ベネツヤ・カフォスカリ大学はイタリアベネツヤに本部を置くイタリアの公立大学である。日本での通称はベネツヤ大学。トルソドゥーロ地区にあるカフォスカリをキャンパスとして使用している。1868年に設立され、現在は8学部を要している。学生数は約1万6千人。ザ世界大学ランキング2021年版で、 総合601から800位に位置している。QS 世界大学ランキング2022年版、クラシックスエンシェントヒストリー分野では、第42位。ベネツィアが1866年に、オーストリア帝国からイタリア王国に割上された後に、ルイージルザッティ、エドアルドデオダティ、フランチェスコ・フェラーラの3人が、北起人となり創立され、ベルギーのアントワープ大学を、 モデル校にし、1868年8月6日に、イタリア初の商業高等教育機関として、同年12月より授業が開始された。当初は、海外との貿易取引などの外交部門の研究機関及び、訓練学校としての役割を持ち、生徒は、多数の外国語の授業を初年度より受ける必要があった。ヨーロッパでは2番目に古いビジネススクールである。 二階にある、ウラバラットと呼ばれる、大行動は、カルロスカルバの設計によるものである。2011年に、大学出版部にあたる、エジジオニ CA ホスカリンが設立された。そのたた数、ありがとうございます。